はいどうも、高木さんちの今日のご飯へようこそ。高木です。はい、ということで本日もグラクロやっていこうかなと思います。いやー、僕ですね、最近ですね、海外のグラクロの YouTube を見るのに結構ハマってて、英語全然わかんないんですけど、そこでちょっと面白い試みをやってらっしゃったんで、ちょっとそれを挑戦していこうかなと思います。それがですね、こちらのエリザベスを使った動画なんですけども、このエリザベスの特殊戦技が、キャラがダメージを受けなかった場合、次のターン開始時に基本ステータスが 10% 増加する、過去ダメージを受けるとリセットということでですね、ひたすら忍耐で相手からのダメージを受けなくして、で、この基本ステータスを毎ターン 10% やればめちゃめちゃ強くなるんじゃないかと。で、その動画だと何千万とかだったんですけど、せっかくなので今回は1億を目指して頑張ってこう、ということでエリザベスで1億のダメージを目指して頑張っていきたいと思います。それでは編成をしていきましょう。まずね、やっぱゴーセルは使って方がいいと思うんですよね。この全部の種族が別々だったら 7% ずつ増加でしょ、75と、キャラがダメージを受けなかった場合、次のターン開始時に味方の攻撃力が 10% 増加、5回までね使えるっていうんだったら絶対こっちの方がいいのかな。場所はやっぱり、うん、やっぱここかな。よし、引退飯を食べてく。サブどうしよう、うん、やっぱジェリコかな。筋力属性の味方の攻撃関連 10% 増加なんで、ジェリコ育てていって、はい、というわけでこのパーティーでやっていこうかなと思います。さあ、レッツゴー。お、懐かしのバイソンさん、今がこんな感じですね。これがどう上がっていくのか。いや、もうさすがに忍耐つくと思うんだけどな、全部に。ねえ、エリザベスそんな忍耐高くないけど。はいはいはい。はいはいはい。はいはい。ああ、全部一緒か。だったら誰でもいいや。今回はね、必殺で最後、狙っていこうかなと思うんで。さあ、来た！えい、よし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 、ちゃんと耐えた耐えた耐えた。いいね、いいね。じゃあこの感じで、あとは今こんな感じですね。だいぶ強な。あとはもうひたすらにこうやってスキップしていけば、これ正直かなり時間かかると思うんで、あとはちょっとちょいちょいスキップしたり早送りしながらやっていこうかなと思います。さすがにね。いや、その時間も含めての検証でございます。頑張ってこう。はい、ということで開始から2時間が経ちました。ちょうど、はい、エリザベスが今こんな感じですね。攻撃力1435030、超強い。今ね、887回ね、やりましたということで。でね、ちょっとね、悲しいお知らせです。僕が参考にしてた動画が、このドロールくんのところがマーリンさんだったんですよね。なんでだろうと思って調べたら、マーリンさん、あの、凍結した後に攻撃すれば、あの金カードの凍結だと300% 攻撃が入るってね。いやー、これはだいぶ長い戦いになりそうな気がしてきた。うぅ、しんどいよ。というわけで、またちょっと飛ぼうかなと思います。はい、ということで開始から14時間、でも実質プレイしたのは6時間ぐらいのエリザベスがこちらです。はい、結構もう眠いです。ということで、はい、というわけでまたちょっと飛んでいきます。はい、ということで0時が過ぎました。あれね、もう寝る格好に着替えてきて、はい、エリザベスはこんな感じです。残りはね、
明日の朝やっていこうかなと思います。それではおやすみなさい。ということで、現在朝の6時何分か、現在エリザベスのステータスはこちら。そしてちょっとショッキングな内容がありまして、あのあと調べたら、あのダメージ計算の仕方、僕全然勘違いしてて、この貫通率っていうのをてか知らなくって、もう貫通率っていうの全然知らなくって、今やっと理解しましたもんいやー、なんでこれで1億いくってなると計算式がまたちょっとまたひどい話になって、今じゃちょっとどう頑張っても1億いかないなーって思うので、ちょっと最後ちょっとだけあがいて、今ね4624回ね、なんでどっかきりいい数字を探して、それでダメージ最後にぶっぱして終わりにしようかなと思いますね。いろいろねミスが多かったからね、ちょっと次回もしやるときあったらリベンジしたいなと思います。はい、ではちょっと続けます。はい、あれから30分ぐらいやったんですけど、こちら474回で必殺技打っていこうかなと思います。なんでかって、世直しっていうことで、このコロナとかで大変な時期を世直ししていこうかなと思って、その必殺技を、エリザベスの必殺技を打つことで世直ししていきたいと思って、これを打っていきます。うおー、ちょ待って、10100000万15万、ねえ今どう見ても9900万、おえ全然1億いくやん。え、嘘、ちょこのままやってみよう。え、嘘マジで。とりあえずエリザベスの必殺技と溜めつつの、はいびっくりした。貫通はいいの今ので。え、嘘、すごっ、バイソンぶっ飛ばすやば、3000万、20万、やば、超強いやん。よしあ、 AR ちゃんと切って、じゃあもうちょっとかな、もうちょっとやって716万で別発していきます。ちゃんと今回はね見えるようにしたから、いけほうかー、1億超えてくれ。いやー、9999万9981、いや、てかこれ絶対関数が9999万9999だろう。いやすごい。はい、ということで、いやー強っ、最後の鬼強、何9999万って、やばいでしょ。いやー、でももっとね、きっとマーリンとか入れたり、貫通上げてあげると簡単に鬼火力が出たんだろうな。いやー、残念なことした。いや、それでもね、こんだけかけましたから、トータルで
8、9、10、11、12、1の1、2、13時間、トータル13時間ぐらいかな、かけてなんとか突破していったわけですが、いやー、もうこのエリザベスとホークいたらもう他の滞在メンバーとかいなくても勝てるでしょ。魔人王だろうが最高神だろうがもうワンパンですよ。いや、すごかった。超すごいの作り出したな、本当に。いや、でも楽しい、めっちゃ楽しかった。結構眠いけど、やっぱり今までが喧嘩祭りとあのガチャぐらいしかやってこなかったんで、いや、今回はなかなか新鮮で楽しかったです。あの火力はいいね、夢だね、本当に。いや、でもいつか1億を超える日を夢見てね。まだきっと実装されてないんじゃないかな。いや、されてたらされてたでいいけど。ね、まあまあまあ、結果的には今回は1億いかなかったんで失敗っていうことですけども、でもあのね、出方見たらきっとね、カウンストが9999万な気がします。ということで、いやー、これからね、またね、デラクロの動画だったり、料理の動画だったりも上げていくので、ぜひそちらもよろしくお願いいたします。本日もご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。それでは、バイバイ。今日はだいぶ長かった。